三雪道路交差点付近地図三雪道路は、三重県伊勢市を通り、伊勢神宮の豊家大宮宮と、広大神宮を結ぶ道路。国道23号及び、三重県道12号伊勢南西線、三重県道37号鳥羽松阪線の各一部であり、1910年に開通した。天皇の伊勢神宮参詣時の参拝経路として利用される。別名は、三雪通り、同成街道。 全長はおよそ5 5キロメートル徒歩1時間半程度である。沿道には、三木本幸吉による寄付で整備された街路樹や、特殊化によって検討された石道路が並んでいる。また、沿道には、史跡が点在する。下空前から、伊勢商工会議所前までは、館長街、下空と内空の中間に位置する、倉田山付近は、文京地区となっている。 1900年代まで、伊勢神宮の二つの西宮である下空と内空を結ぶ道路は限定され、急な坂道を伴う幅の狭い道しかなかった。そこで、三重県庁は、既存道路改修か振動の建設を検討し、国家の補助を得られる振動の建設を決め、実際に開通したのが、三行道路である。総工費は、当時の金額で37万5千円余り。 総延長48丁余りであった。開通後、三行道路は路線バスが運行されるようになり、下空と内空を結ぶ伊勢のメインストリートとなった。伊勢市都市計画マスタープランでは内環状軸、下空内空連絡軸として、伊勢市外における幹線道路として位置づけられ、伊勢市景観計画では景観重要道路に指定されている。建設時点で、 相当の道幅及び広面とすることが決められ、下空前から、西木水橋までの区間と猿田彦神社前から、宇治橋までの区間に設置された歩道は、レンガ敷期とし、路面電車の新都線が通る区間の車道は、石畳舗装が施された。道路福院は8軒とし、両側に、幅1軒ずつ歩道を整備した。渋滞する、三行道路現代の古市街道三行道路が、 開通するまでの下空と内空を結ぶ主要道路は岡本町。古市街道は福音が狭く急勾配であり、明治2年に明治天皇が初めて神宮へ行行した際には不便な道路が問題視され、以来道路整備が懸案となっていた。そして来たるべき明治天皇の行行に備え、三重県は1900年に改修予算を計上した。この時、三重県議会は、 予算案を否決して、改修は実現せず、1905年10月に、明治天皇の神宮への日露戦争戦勝報告を控えた臨時県議会の場で、地元渡来軍船室の山中最重議員は、改修を求めたが、県当局は、その予定はないと答弁した。ところが、翌1906年、県は、古市街道の改修か、新しい街道の整備を検討し、 古市街道より東の倉田山を通る新しい道路の建設を決定した。背後には新園会が倉田山に神宮町古館を建設するなどして新園化を進めていたことと倉田山を経由すれば建設費の半額を国庫から補助するとの条件を提示して内務省が倉田山を通すよう求めたことがあった。こうしてルートが確定し、 1907年度から1909年度の継続事業として、振動の建設予算30万4000円が県議会を通過し、1907年6月に用地買収を開始した。買収は地主と県の定時価格のずれによって難航し、着工は同年9月になった。さらに建設工事を受け負った東京の遠藤組は物価が高騰して、 入札時の定時金額より大幅に経費がかかるとして工事を中断してしまい、1907年11月からは三重県の直轄事業として工事を再開した。旧宇治山田市長この建設工事により、個人宅をはじめ内宮の入り口にかかる宇治橋を守護する郷土橋姫神社や四五村北中村の共同墓地が移転し、1910年3月に完成した。 開通後、宇治山田市長や助役、市内の学校に通う生徒らが一里近くにもなる列を作って、四季を振りながら更新する催しが行われた。1911年にはバスが通るようになった。三行道路沿線の賑わいの一方で、それまで、精進落としの町として賑わった古市は、次第に衰退することとなった。とはいえ、戦前には30件ほどの議論があり、 遊女250人、芸者80人を抱え、地方から若い男性を集めていた。1920年4月の道路法制定に伴い、三雪道路は国道1号となる。1929年、新都建設のための都市計画が発表され、倉田山に神宮競技場を建設するなどの開発計画が持ち上がり、三雪道路の歩道拡幅も盛り込まれた。 1933年6月16日に路面の舗装工事に着手、同年の12月末に完工した。伊勢市では最も早い路面舗装であった。戦後の1946年6月13日に宇治山田市都市計画道路3.54号として決定される。1952年に国道23号に変更となる。九百五十年代後半になっても宇治。 山田市周辺で舗装された道路は少なかったため、当時の人々にとって整然とした見行き道路は、都会的な雰囲気が感じられたという。モータリゼーション到来前であったため、車道は閑散都市広々として見えていた。全日本大学駅伝対抗選手権大会の、ゴールの様子下空と内空の間の往来や、地域住民の通勤、通学、買い物、 駅伝大会などの行事の会場など多様な利用が見られる。戦後は道路整備が進み、三木本道路や南西バイパスが開通し、交通量は減少している。交通量スポーツ大会で使用されることもある。厚田神宮と伊勢神宮の内宮を結ぶ全日本大学駅伝大抗選手権大会では、最終のハックで三行道路の全区間が利用される。 2012年12月1日の中日30を伊勢山マラソンではウォークのブロングコースでほぼ全区間が使用された。沿道の桜沿線の歩道には桜とカエデが交互に植えられている。他に筒ツツジも見られる。これらは新珠養殖技術を確立した三木本幸吉が寄付したもので、三木本は街路樹の整備費用だけでなく毎年の補足維持基金まで、 三重県に寄付していた。春は桜トンネル、秋は紅葉を楽しむことができる。伊勢市における桜の名所の一つであるが、木々の間隔が広いため写真撮影に適した場所はあまりない。神宮文庫の黒門と大鳥緑色にライトアップされた大鳥居伊勢のシンボルといわれる三雪道路にある大鳥ーは1993年に建設されたものである。 先代のオートリーは、鉄筋コンクリート製で、1956年に松下幸之助が寄贈して、伊勢市駅前に建てられたが、駅前の道路拡張のため1988年に撤去された。その後、伊勢市民の間で再建を望む声が上がり、それを新聞報道で知った桑名群田ど町の勢い、農工業、株式会社社長、伊藤玄一が伊勢市に寄贈して、 三幸道路に再建された。鳥居は鋼鉄製で高さ22.7メートル、幅19メートルあり、走行費は3億3000万円であったとされる。当初鳥居の管理は伊勢市観光協会に委託されていたが、2008年度から伊勢市の管理となり、2010年度の予算663万4950円をかけ2011年度に、 オートリーの塗装工事が行われた。夜間にライトアップされる場合は通常はオレンジ色であるが、2007年6月24日の20時から22時まで環境省のブラックイルミネーション2007の一環で消灯したことがあるほか、ライトアップされない場合もある。また、伊勢市にアイリッシュネットワークジャパン30支部があることから、友好関係が深いアイルランドの祝祭日である戦闘。 パトリックスデーの10日、前後前からアイルランドのナショナルカラーの緑色にライトアップされる。これは2007年の日愛国交樹立50周年での東京タワーの緑色のライトアップに合わせたことに始まり、同年からアイリッシュネットワークジャパン30支部が毎年実施しているものである。三雪道路の石灯籠、三雪道路沿いには石灯籠が立ち並んでいた。石灯籠は 店らしい景観であるとされ、住民や観光客から親しまれてきた一方で、東海の危険性と責任の所在が不明であるとして、長年地域の課題とされてきた。主に三雪道路沿線に設置されているが、近鉄宇治山田駅前など、三雪道路から外れたところにもあった。2013年時点の調査では、国道区間に102基、三重県道区間に425基、 伊勢市道区間に11基設置されていたが、2015年3月の調査では、国道区間99基、三重県道区間418基、伊勢市道区間9基、道路敷地外に86基となり、2018年4月には、国道区間99基、三重県道区間328基、伊勢市道区間8基、伊勢市営駐車場周辺に約80基となった。 灯籠上部の落下による死亡事故が発生したことを受け、2018年11月29日に全ての撤去が完了した。灯籠の設置と責任の曖昧化、編集1955年3月5日、下空と内空及び内空の別宮である遺蔵宮を結ぶ道路に、石道路を設置することを目的とした伊勢三宮放山混東会が設立され、 日本全国から検討者を募集した。検討者には、歴代内閣総理大臣や、財界の有力者も名乗りを上げた。同年12月1日には、検討会が、三重県知事と伊勢市長に対して、道路専用許可を申請し、灯籠が設置された。灯籠には、吉田茂や池田隼都ら検討者の名が刻まれた。その後、検討会は1960年4月1日に、 専用許可の更新を県知事に申請したが、未処理のまま時が流れ、1963年から1965年にかけて、検討会関係者が死去し、事実上混沌会は解散状態となった。検討会解散後の1968年頃、伊勢神宮検討科後保存会が設立され、1975年11月18日、 国道23号拡幅のために灯籠を移設することになり、保存会は伊勢市長に豊川浦田線交通広場の一部使用許可を申請した。進まぬ管理交渉、編集1977年8月5日、保存会は伊勢商工会議所と今後の灯籠の管理について協議を行い、同年十月十八日には伊勢市観光協会を含めた三社で協議が持たれたが、 具体的な進展はなかった。1982年には、伊勢市当局が、三重県や日本国の関係機関と灯籠に関する対策協議会を設置したが、ここでも成果を得ることができなかった。こうした中、伊勢市駅前から下区前の道路を4車線化するに、あたって灯籠48基を移設することについて、議論が行われたが、 補強工事を行うことでそのままの位置での保存が決定した。1989年には6月、9月、12月の三重県議会土木常任委員会の場で登録をどうすべきかが議題に挙げられた。1993年には神宮式年遷宮に合わせ暫定的に表面の修復が行われた。1995年と2000年には国、県、 市の三者協議が持たれたもののやはり事態の進展はなく、保存会との折衝は進まなかった。2006年、父として進まなかった議論が動き出す。3月22日に保存会と社団法人神宮環境振興会の間で、灯籠の管理等に関する合意書が締結されたのである。4月26日には、振興会が神宮会館で会見を開き、 灯籠の補修と周辺民誘致の買い上げについて目途がついたと表明した。これにより行政当局は交渉相手をようやく確定することができた。そして8月8日の伊勢市議会産業建設委員協議会において伊勢らしい良好な景観形成及び観光振興、その他地域の活性化に資するために引き続き灯籠を設置すること、振興会に、 既存の灯籠を撤去させ、耐震性を確保した上で、新しい灯籠を設置させることを決定した。この時、既存の灯籠は、震度5強程度の地震、風速秒速40メートル以上の暴風、自動車による衝突で倒壊する可能性があることと、国道、県道区間の道路専用許可が、すでに満了し放置されていること、指導区間については、専用許可が、 永続的になっているものの専用者が解散した検討会であるため責任者が不在であることが公表された。2007年4月23日、伊勢市経営戦略会議において、伊勢市としての登録に関する以下の3つの方針を示した。伊勢らしい良好な風景を形成していく目的で建てられる場合は、景観形成という公益性の観点から認めていく。 新たな灯籠型街灯の設置にあたっては、安全性の確保を最優先とし、現在のものの撤去を最優先とする。新たな灯籠型街灯の設置期数は、現在の期数を超えないこととする。灯籠の新設の目途がついたことから、2007年8月20日、伊勢市は伊勢市観光協会に対し道路専用許可を出した。部分撤去の継続、編集これにて、 灯籠問題が決着するかに見えたが、2009年8月19日に、新興会は、三重県から解散命令を受けてしまい、灯籠問題はまた振り出しに戻ってしまったのである。伊勢市観光協会は、翌8月20日に、道路専用廃止届を提出した。解散命令は、新興会が最低でも3億5900万円に上る粉飾決算をしていたことが、 明らかになったためであり、三重県が解散命令を発令するのは戦後初の出来事であった。時の伊勢市長である森下隆夫が灯籠の建て替えを推進したことで、新公会に寄付が集まっていた面もあるため、伊勢新聞は森下市長の責任も問われかねないと報じた。結局、森下市長は灯籠問題とは別件の中部国際空港会場アクセス事業を めぐる問題で、同年10月7日に辞任した。その後、2010年8月13日に、一般社団法人伊勢の国と、一般社団法人神宮継承保全会の連盟で、道路許可申請が提出されたが、伊勢市は、耐震性や、灯籠の管理などの不備を指摘し、同年10月25日に通知を行った。2012年度の三重県に対する包括外部監査の、 報告書では、県が、専用許可が失効した時点で、検討会に対して、改築や撤去等の指導をしなかったことについて、専用許可をする家撤去等の請求をすべきであったと、記し、不法専用状態にある灯籠の所有者を早期に、確定すべきと記している。2013年5月15日より、三重県は、県道部分にある灯籠425基の安定性調査を開始。 6月20日に終了した。同年に開催される神宮式年遷宮による三宮客増加が想定されることから安全性の確保のために始めたもので、県の調査に続いて6月10日と11日に伊勢市が6月10日と18日に国土交通省中部地方整備局三重河川、国道事務所がそれぞれ市道、国道にある道路を一気ずつ手で触れて調査した。 その結果、直ちに撤去すべき灯籠は見つからなかったが、一部、ぐらつきのあるものがあり、上部を取り外す作業が行われた。2015年6月に、伊勢市内道路空間利用のあり方懇談会は、中間取りまとめを行い、今後は、石灯籠の耐震性、沿道住民の合意形成、不法選挙に対する法的問題の整理が必要で、あるとし、危険な石灯籠は、 計画的に撤去すること、新たに道路専用許可を受けようとする者が現れた場合は、公共性、計画性、安全性を重視し、厳格に審査する方針を示した。その後、第42回先進国首脳会議の開催を控え、三重県は、同年10月から11月にかけて、石道路の点検を行い、危険な32基の撤去を決定。 翌2016年2月16日から撤去作業を開始した。全撤去、編集三重県では2015年から2017年までに危険な石道路を約90機を撤去したが安全性を確認しつつ維持してきた。ところが2018年4月14日に三重交通の路線バスが石道路に接触し、上部が落下、歩行者の男性に当たり、 男性が死亡するという事故が発生した。この事故を受け、県は安全性検査を早期に開始すると、当初は発表したが、同年4月26日に開かれた国、県、市の三者会議で、石道路の撤去を決定した。道路の存続を求める市民の声もあったが、人命優先の観点から、7月に開幕する平成30年度全国高等学校、 総合体育大会までにすべてを撤去することを決めたのである。実際には、高校総体までには撤去は終わらず、2018年11月29日に、最後まで残っていた国道沿いの2機の撤去をもって、全撤去が完了した。津久読みぐる付近、下空北交差点を起点とし、岩淵、岡本の境界付近を通り、西木水橋を渡って、岩淵3丁目の前田地区に出る。 この先緩やかな上り坂となり、倉田山に至る。両側に、神宮町古館、大和姫宮と工学館大学を見ながら進み、大鳥居をくぐると下り坂になる。坂を降り、近鉄伊す川駅前を通過すると、つくよみぐうの森が現れる。つくよみぐうから1キロメートルほど進むと伊勢を払い、町通りとの分岐点である、宇治浦田に至るが、お払い町通りには入らずに、 灯籠の並ぶ道を進む。神宮会館を右手に見ながら、宇治中の雪町の西方を通り、宇治真在家町を経て宇治橋にて終点となる。県道22号区間、県道37号区間、県道12号区間、国道23号区間、駐車区出店。ありがとうございます。